行くとすぐに寄ってきて遊んで遊んでって口を開けてアピールしてくるんです。口の中に水を当てられるのがとっても好きなので、ビルといつもそんな感じで遊んでいます。今日もいろんなことをして遊んでいこうと思います。今皆さんにビルのお話をしながら、ビルにはこっちに来てとか口から水を拭いてねっていうのを手や体を使って合図を出していました。私たちの言葉はイルカたちには通じないので、手や体の動きを使ってイルカたちと対話をしています。例えば首を左右にこんな風に振ってねっていうのはこういうサインなんです。そしてもう一つ、尾びれで水面を打ちながら泳いでねっていうサインは片手でこれだけなんです。今度こそしっかり揃えます。いきますよ。3、はい。
になってますよね。実はテン、少し怖がりなところがあるんです。よく日中にこの上を大きな鳥が飛んでくることがあります。で、その鳥が近くにやってくるとびっくりして逃げてしまうんです。私たちもそうですが、そんな風に驚いた時はこの振動の音もっと速くなるんです。それじゃあ、テン、もう一回こっち来て。はーい、テン、またね。それから他にも私たちはたくさん運動した後、心臓の音が速くなりますよね。それもイルカたちは同じなんです。たくさんジャンプをしたりとか、プールの中をこんな風に何周も何周も泳いで運動すると、イルカたちも心臓の音がもっと速くなるんです。さあ、おかえり。さあ、それじゃあね、今度は向こうに戻って遊ぼうか。イルカたちは普段からよくお互いを見ている動物です。なので、何かをするときにタイミングを合わせたり、泳ぐスピードを揃えるのがとっても上手なんです。今度はここにいるテンとディール、この2頭に並んで一緒に泳いでねと伝えてみます。さあ、それじゃあ行くよ。いってらっしゃい。さあ、2頭の意識があればスピードがぴったり揃うんですが、今日はちょっと最初はディールが速いですけれども、でもテンがだんだん追いついてきてますね。そうですね、だんだん揃ってきました。実はさっきのパフォーマンスでこの2頭喧嘩したばかりなので不安だったんです。でもしっかりと揃えてます。それでは顔を上げる瞬間まで揃えられるかな。おお、綺麗に揃えましたね。さあ、それじゃあこの調子で次はジャンプをやってみましょう。ジャンプをする場合は水中で飛び出すタイミングを2頭で合わせています。それじゃあ行くよ。そうで、さあ、向こうから飛び出ます。どこだ。ぴったり。さあ、最後まで攻めてね。どこだ。おお、さっきよりもさらに良かったですね。そうですね、すごい綺麗に揃えました。それじゃあ最後はもっと速く連続で合図を出していきます。今回は6個連続で合図を出します。準備はいいですか。はい、大丈夫です。それではいきます。速さは1、2、これでいきます。はい、3、はい、1、2、3、4、5、6。できました。綺麗に揃いました。そしてこういったライブの中では音楽に合わせるシーンもあります。私たちトレーナーがイルカたちみんながちゃんと音楽に合うように合図を出すタイミングを調整してるんです。次のシーンはトレーナーズ責任重大なので、かなり練習を重ねているところなんです。次は4頭でやってみますね。ケンちゃん、いけますか。はい、テン、今はとっても私に集中してます。大丈夫です。ディールもすごい集中しています。ちゃんと合図見てくれています。マイヤもしっかり僕と目が合ってます。いけると思います。いや、とても落ち着いてます。はい、行きましょう。ふっふっふ。
てショーがうまくいくかどうかは重要ではありません。彼らにとって大事なのは今が面白いかどうかなんです。なのでショーをしている間、私たちがいつも考えているのは今も楽しんでくれているかな、どんなことをして遊んだら最後まで飽きずに一緒に遊び続けられるかなということなんです。今回一緒に遊んでいたテーマ、実はさっきディールと喧嘩してちょっと私と遊ぶところではないかなと思っていました。でも始まってみたら意外と楽しそうに遊んでくれて、一緒に遊んでいて私は楽しくなってきましたね。元気は楽しかったかな。これからも私たちはこの子たちがもっと面白がってくれるように、この子たちの好きな遊びをもっともっとつけられるように努力していきます。お楽しみに。